yesterday from 10 degrees to 10 degrees. 15, 15 today. So a lot of imbalance. ああ、そうか。これ逆だ、僕ら。こんなん来てる。ちょっと待ってくださいね、皆さんね。ちょっとお待ち。あれ？ちょっと出られず、来てないかな。ちょっと待ってくださいね。すいません。Dr. Banuti, はい。I heard that Brazil banned X, no, Twitter. Is it true? Yes. Yes. Unfortunately, it's true. Twitter now the X is banned. Oh. We have this incredible, unprecious time for this Democracy is falling. democracy is falling down. Mm. Here, Liberty to liberty stop. too. Unfortunately, Yeah. Don't know. But you still can use Instagram and Threads and Facebook, right? All the other social medias are Instagram and Facebook. and So Threads. if they started with the X, we cannot prevent of the others. So why Brazil banned X? Why? Good question. Why? It's a question between the judge from the tribunal. They have banned because his supremacy of authority is extrapolate his position. So when they mix politics with judgment, so in many countries around the world is this happening. North In Korea, North Latin Korea. American is in Latin American is this is my personal point of view, it's a shame. It's a shame. Too bad. Today's presentator, Dr. De Hari, is now coming in a few minutes. Please wait for a minute. Okay, thank you. ちょっと。Dr. Banucci, do you live in a fair in Brazil? Yes. Rio de Janeiro? No, Rio No. Grande do Sul, the last state of Brazil, and on the more the south. South, Neighbor of Uruguay. Yes. And near Uruguay. thank you. Is a border with Uruguay And Argentina. and Argentina. I want to visit in your future. よし、行きましょう。ちょっと待ってください。ドクターデハリこプリーズ、んばんは。こんばんは。今そろそろ通りまして。今日ずいぶん多いですね。多いですね。先週ドクターリーしかいなかったんですけど、本当。今日は比較的、堀先生もね、はい。じゃあ、ぜひすいおま願い。せん。よろしくお願いします。で、ちょっと僕、あまりにもバタバタしてて、ちょっと問題の整理ができてなくて、大はい。丈夫です。大丈夫です。アセスメントの方、ちょっと、スライドの方やってていいですか？どうぞ、共有で、してください。ちょっと問題の方がですね、
そう、来週頑張って作るんですけど、ちょっと全部目が通せなくて、スライドにまとめれてないので、大変申し訳ないんですけど。これです。ああ、これ。これで見えてますか？あ、大丈夫です。はい。これでどっち見えてますか？あ、大丈夫ですよ。はい。あ、普通に見えてますか？大丈夫です。はい。はい。それでは、ちょっとこっちの解説の方しか今日ちょっとできないんですけども、よろしくお願いします。で、これはホテツの、まあ、これは固定性の補填装置のための、まあ、ちょっとこれ、薬がですね、ちょっと変だったんですけども、インプラントの構成というか、どういうインプラントを選ぶかとかっていう、まあ、ベーシックなんですけども、意外に知らないことがいっぱい出てるっていうか、確認しなきゃいけないような話もたくさん出てたので、まあ、すごくいい、勉強になるところかなというふうに思って読んでました。それで、まず最初なんですけども、まあ、インプラントを、やるにあたってですね、まあ、インプラントをするエリアっていうのは、単独歯から、それから数本の欠損、それから、まあ、完全無歯学まで、まあ、様々な状況があるんですけども、まあ、我々臨床医、まあ、インプラントを行うドクターはですね、そのインプラントの本数であるとか、位置であるとか、インプラントのサイズであるとか、まあ、そういうものをですね、きちんとですね、エビデンスに基づいて決めていかなきゃいけないと。ただですね、治療計画を立てたときにですね、まあ、いろんな上部構造、補填装置の設計が可能な場合もありますので、まあ、その辺をですね、どんなふうに、やっていくかっていうのが、すごく重要になるのかな。まあ、日常、3本欠損のところに3本入れようか、2本入れようかっていうのはよくあるのかなと思いますし、まあ、それはまあ解剖学的な形態、例えば上顎であれば、今ここに出てますけども、サイナスリフトをしなきゃいけないのか、それともオリジナルの骨に入るのか、それによっても本数変えていかなきゃいけないですし、あとまあ骨幅とかですね、まあいろんなそういうファクターがあるので、まあそれをうまく見ながら、まあ最小の侵襲で、コストパフォーマンスもいい治療をするっていうのが、まあ実際の臨床では求められてるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、このアカデミーはですね、このアカデミーを完結するとって書いてありますけども、まあ、単独歯欠損とか、まあ、短いスペースの欠損、それから広いスペースの欠損、最終的には無歯学の、ケースにおいてもですね、固定性インプラント補填の、設計というものを、できるようにというふうになっていました。で、まずですね、単独歯欠損ですね。まあ、意外に一番多いのが単独歯欠損なのかなと思いますけども、単独歯欠損の場合はですね、左右にしっかり、天然歯がありますので、まあ、抑制の高い、インプラント治療の一つかなと思います。ただですね、やっぱりそれはですね、適切な位置に適切なサイズのインプラントを適切なポジションに入れるっていう、それが最も重要なことなので、まあ、そこのところをどんなふうに考えるかっていうことになるかと思います。で、まずまあ、これも当たり前のことなんですけども、まずはインプラントを埋入前に、まあ、スペースの確認ですね。で、スペースには近縁伸的なスペースと、鏡舌的なスペースがありますけども、まあ、近縁伸的なスペースって考えた場合には、インプラントと天然歯の、位置関係ですね。で、まあ、これはもう皆さん誰ですも、ご存知か、認識されてると思うんですけども、まあ、天然歯とインプラントの間っていうのは、まあ、ミニマム1.5ミリっていうふうに、もうかなり昔からですね、言われてますので、まあ、そこをきちんと守りましょうということになるかと思います。それから、そうですね。あと、鏡舌的には、去年のコンセンサス会議でもありましたけども、インプラントの、周りには最低1.5ミリ、まあ、2ミリ程度の天然、骨を確保するっていうのが、まあ、重要ですよということが、まあ、去年のコンセンサスガイドでも、コンセンサスミーティングでも言われていたことかと思います。次にですね、インプラントの直径、近縁伸的な距離と、それから鏡舌的な、
腹径ですね。そこからインプラントのサイズを決めていくということになるかと思うんですけども、もうちょっと重複しますけども、天然歯とは 1.5 ミリ以上の間隔。あと、矯舌的にはですね、それぞれ 1.5 から 2 ミリ程度の骨の残量を確保するということになると、おのずとインプラントのサイズが決まってきます。ただ、もちろん、歯が欠損した場合に、特に深側の骨が吸収するっていうのは、当たり前というか、臨床ではよく見られることですので、まあ、足りない場合には、まあ、GBR をしたりとか、まあ、それは皆さん日常やられていることかなというふうに思います。あとは、まあ、腹径が足りない場合にですね、ナローダイアメーターのインプラントを選択するっていうこともあるんですけども、まあ、直径の小さいインプラントというのは強度の問題等々で、まあ、使えるエリアが制限されますので、まあ、その辺は注意をしなきゃいけないということになります。あと、まあ、特殊なケースでは化学の全歯部にしか使えないような 2.9 ミリのインプラントとかもありますので、まあ、それぞれのインプラント の特徴というかですね、ルールを守って使っていきましょうということになるかと思います。で、そうですね。で、あとは、まあ、ナローのインプラントを使うメリットとしてはですね、まあ、腹径がある程度あれば、かつ、使っていい場所。まあ、一般的には小臼歯か長臼歯って言われてますけども、まあ、そこであればですね、グラフトを回避する、できる可能性があると、まあ、そういう手術印象を下げるというメリットもありますので、まあ、スタンダードが入れば一番いいんですけども、まあ、入らない場合には、ナローを選択と。ナローを選択するときに、まあ、選択することでグラフトが回避できれば、まあ、それはそれでいいのかなというふうに思います。あとですね、まあ、インプラントのタイプ、まあ、ストローマン、皆さんストローマンユーザーなんで、まあ、当然ご存知のことだと思うんですけども、2つのタイプのインプラントがあるということで、まあ、こういわゆるティッシュレベルですね。まあ、ワンピースタイプ。前にこのアセスメントで、ワンピースタイプって何だって話が出たかと思うんですけども、やっぱりここで確認できているように、ワンピースタイプのいわゆるティッシュレベルのインプラントで、まあ、骨内のフィクスチャーの部分、骨内に置かれるラフサーフェスの部分と粘膜間接部がついたのをワンピースというふうに表現しています。それからボーンレベルインプラントはここにアバットメントつけて使うので、まあ、2ピースインプラントというふうにここで定義されてますので、多分前にアセスメントやったときに、ワンピース、2ピースでちょっと混乱したときがあったかと思うんですが、まあ、ここにちゃんと書いてあったということがわかります。次にですね、ワンピースインプラントについて、まあ、簡単にというか、まあ、これは皆さんもご存知のことだと思うんですけども、まあ、ワンピースインプラントっていうのは、口腔内、骨内に入るラフサーフェスの部分と粘膜貫通部が、まあ、これセットになってというかですね、まあ、一つのインプラント体にあるものというふうに定義されています。で、まあ、これ、一般的にはティッシュレベルと言われているインプラントになります。で、2ピースインプラントは、いわゆるボーンレベルインプラントで、まあ、アパートメントをつけて、粘膜を貫通させるというものになります。で、まあ、ボーンレベルのいいところはですね、まあ、ここにあるのは、プラットフォームスイッチとかで、まあ、ナノ組織を維持するとか、まあ、いろんな利点があるのかなって思います。で、あとはですね、アパートメント、まあ、セメント固定のもの、スクリュー固定のもの、それから SRA とかですね、あと SRA は角度付きとか、まあ、様々なタイプがありますので、まあ、補鉄装置 の設計するときの、まあ、柔軟性が高まる。まあ、逆に言えばですね、手術するときに、例えば通常であれば歯軸に沿ってインプラントを入れる、まあ、十分な骨があれば歯軸に沿ってインプラントを入れて、そこに適切に上部構造を作るというのが一番いいんだとは思うんですけども、まあ、骨がなかったり、上顎の臼歯部などでは、口外側に傾斜前にしたりですね、それからサイナスリフトを避けるために傾斜前にしたり。あと、オーロン4とか、科学では4本で上部構造を支えるために、遠心側のインプラントを傾斜前にさせる等と、まあ、いろんなやり方ありますけども、まあ、ティッシュレベルインプラントだとですね、角度の制御とコントロールというのは角度の規制が大きいので、なかなか、難しいんですけども、ボーンレベルインプラントを使うことで、まあ、骨折装置 のインプラントの前にの自由度が上がって、かつ骨折装置の設計にも自由度が上がるという特徴があります。はい。じゃあ次ですけども。で、電子部のワンピースインプラントについて、まあ、ここで書いてます。まあ、今ほとんどの先生方は電子部に
ツーピースインプラントを使ってると思うんですけども、トリートメントガイドのですね、かなり最初の方のやつを見ると、このティッシュレベルインプラントの全支部を固定したケースがたくさん出ていて、まあ、僕なんかそれを読んでいて、いや、すごい技術だなと思って見ていたんですけども、まあ、昔はですね、ボーンレベルが出る前はワンピースの、使って全支部に適用してたっていう時期もあります。で、まあ、ここに書かれているのは、ワンピースの粘膜活部を持つインプラントデザインの固定されたネック部の設計は、利用可能な、サイズと矛盾する可能性があって、まあ、どうしても全支部ですね、骨が薄かったりですね、あと歯の大きさの問題があって、まあ、これ、レギュラーネックの場合でも 4.8 ありますので、その辺がこううまく寸法が合わないこともある。それから、あとはまあそのエマージェンスプロファイルがですね、制限されるので、ジョブ構造を立ち上げるときに、まあ、制限がかかってくるので、まあ、全支部に関しては、ボンレベルインプラントの方が、優位性はあるのかなというふうに説明されています。あとは、ワンピースの場合ですね、粘膜貫通部が金属色になってますので、まあ、ちょっとこの写真わかりにくいんですけども、こういうふうにこう粘膜が薄い場合にですね、まあ、金属色が透けて見えてきて、まあ、神秘的な問題も起きることがあるので、まあ、神秘的な領域、なんかでは、ボンレベルの方がまあ有利ではないかということも、このモデルでは述べられています。で、これ、まとめなんですけども、単独スペースにおいては、適切なインプラントの寸法を定義するためにスペースを消化する必要があります。まあ、インプラントにするには臨床の状況にということになるということで、まあ、当たり前のことなんですけども、禁煙心と拒絶的なまあ、スペースですね。まあ、そこを見て、どういうインプラントを使うかと。で、まあ、旧支部とかではですね、自主レベルの優位性とかが出るかと思うんですけども、まあ、全支部なんかではですね、オンレベルの方が、まあ、神秘的にも、優位性が高いと。あと、まあ、埋入に関してもですね、多分やりやすいんじゃないかなということで、まあ、実際の臨床ではですね、現状では、まあ、全支部の審美領域にはほとんどの先生方は2ピースのインプラントを使ってるんじゃないかなというふうに思います。ということで、まあ、シングルのケースに関してはですね、まあ、そんなに難しいことはないのかなと思いますので、まあ、ルールを守ってやっていきましょうということになるかと思います。次にですね、短い欠損、まあ、2ピースの欠損について、見ていきますと。ね、で単独紙のスペースに単独紙で見ていたスペースの考え方っていうのはもちろん2ピースでも当てはまるんですけども、まあ、2本の欠損の場合に例えば、これ全支部ですね、全支部の場合1番2番欠損って男性で比較的顎骨の大きい方であれば2本埋入可能ですけども、女性とかで歯が小さい方ってルール通りのスペース、禁煙心的なスペースを保って2本埋入できないってことはよくあるんじゃないかと思います。で、まあ先ほど天然歯と、インプラントの間は 1.5 ってありましたけども、それに対して次にまあ、レギュラーを入れると大体4ミリ程度になりますので、で、またこっち側にもレギュラーを入れようとすると、4たす4で8、それから 1.5 と 1.5 で3で11で、まあ、インプラント間が3ミリ以上となってますので、14ミリのスペースが最低必要になります。で、14ミリのスペースが確保できれば、まあ、2本のインプラントで埋入して、ジョブ構造を作っていくのが、まあ、強度的にも安定しますし、まあ、補鉄的にもやりやすいのかなと思うんですけども、まあ、そういうのがうまくいかないことも、まあ、当然あるかと思います。あと、ま、旧支部に関してはですね、2本のインプラント入る場合が多いと思うんですけども、まあ、上額の旧支部なんかでは、まあ、サイナスの位置とかも、まあ、解剖学的な制限っていうのも入ってきますので、まあ、どんな風に埋入していくかっていうのは、まあ、ケースによって、大きく異なっていくのかなというふうに思います。で、ちょっとさっき、言っちゃったんですけども、まあ、禁煙心的な位置関係。今ちょっと話しちゃいましたけども、あと、インプラントの間は 1.5 ミリの間隔が必要です。で、インプラント間は、3ミリ以上の間隔が必要ですということになるので、
まあ、レギュラーサイズのものを入れる場合には最低14ミリ以上、スペースが必要になりますので、まあ、その辺をですね、考えて、フィクスチャーのサイズを決定していかなければならないということになります。あら、ごめんなさい。これちょっと同じ。あ、ごめんなさい。まあ、先ほどの、ルールに従って、この3ミリの幅を隠す。するためには、まあ、そのインプラントの直径というものを決めていかなきゃならないということで、まあ、インプラントの直径もですね、3.3、3.5というナロのものから3.75以上のレギュラーまでありますので、まあ、BLX なんかは比較的バリエーションが多いので、組み合わせしやすいと思うんですけども、まあ、その辺、このルールに従って、日本の結霜の場合にはインプラントの直径を決めていきましょうということになります。あとですね、全支部領域の場合なんですけども、2つの単管を、2本のインプラントが入るか入らないかっていうのが、かなり大きな、問題になるかと思うんですけども、やっぱり全支部の場合、スペースが短いの、足りないので、2本でちゃんと入らないケースもあります。で、まあ、一般的には中切歯には、標準サイズ、レギュラーサイズのものを使って、2番、側切歯にはナロータイプのものを使うっていうことで、まあ、2本入る人もいるんですけども、やっぱりこう、歯の小さい人は、入らないってこともありますよね。まあ、後の方に出てきますけども、1本のインプラントで2本分の骨折をするっていうことも、考えられるっていうことになっています。でまあ、こういうふうにこ、あの幅の広いケースですね。この場合だと、こういうふうに、レギュラーのインプラントとナローのインプラント2本埋入して、両方ともスクリュー固定でやってすることも可能です。ただ、なかなかこんなに条件のいい人っていうのは、なかなかいないのかなと思いますし、まあ、多くの場合、ここにですね、GBR とか、粘膜移植とか、そういう手技が入ってくるのかなと思います。なので、まあ、全支部の結霜というのはすごい難しいなと思いながらやっているところで。それから、先ほどちょっとお話しましたけども、スペースが足りない場合には、こういうカンチレバー型の骨折装置も考慮することができるということになります。まあ、ここのスペースが、2本分のスペ、二指欠損でスペースが限られている場合に、まあ、1.5ミリ、3ミリルールでインプラントを配列できない場合には、レギュラーサイズのインプラントを、正しい位置に入れて、カンチレバーで、2本の骨折をするということも、ありますよってことですね。まあ、これも同じですね。これは多分、これもスクリュー固定ですけども、まあ、犬歯3番に、スタンダードなインプラントを入れて、側切歯2番をカンチレーバーにすると、まあ、こういうやり方もできますよってことですね。それから、まあ、全歯部の連続二指欠損っていうのは、ある意味非常にですね、心理的なことを考えるとすごく難しいケースになりますっていうことですね。で、2つのインプラントを使用したのか、1つのクラウンと1つのカンチレバーを使用したのかというのは関係なく、連続二指欠損の場合はですね、こう歯間乳頭がとても下がりやすいので、まあ、心理的な問題が起きやすいということになります。なので、どうなんですかね、先生方皆さん、心理領域にガンガン挑んでる人が慣れてると思うんですけども、まあ、そのインプラントの直径とか、GBR、まあ、高組織のマネジメントだけじゃなくて、まあ、心理領域は特にこう、軟組織のマネジメントが重要なんじゃないかなというふうに、僕は感じています。
まあ、これは、連続西欠損で心理的な妥協を示してますってあるんですけども、まあ、この場合ですね、歯間ニュートンを下がったところを、ピンクポーセレンと、こう、ガム色を入れることによって、カバーをするっていうこと。で、まあ、こういう補鉄もありますよっていうことですね。まあ、いいか悪いかは別として、やっぱり、かなりですね、厳しいケースであればですね、そこにですね、GBR で骨を作って、結合組織移植でニュートを作ってっていうのはですね、相当難しいと思いますし、あんまりチャレンジングなことをやって、どっかでこう何か失敗が起きるとですね、組織全体がですね、かなり大きく欠損するので、リカバリーも非常にやりにくくなるので、まあ僕はまあケースによってはですね、こういうふうにまあ患者さんに最初にきちんと説明しておくことで、まあこういう、ピンクポーセレン等を応用したケースでも、まあ悪くはないんじゃないかなというふうに、僕自身は思っています。これはあ、これはまあ、球種部の話になりますけども、まあ、球種部の場合も、まあ、同じようにですね、こう、欠損部の幅、スペースをきちんと確認して、やっていくってことになるかと思います。で、これは、ごめんなさい。まあ、これも球種部もですね、さっきの前肢部と同じ繰り返しになってますけども、天然歯とは1.5ミリ、インプラント歯は3ミリという幅を、スペースを確保しながら、前入計画を立てるのが非常に重要だということになります。で、あとは、これは、これはですね、インプラントの直径と必要なスペースを、の環境をまとめた表ですので、まあ、これどうなってるかな。例えばですけども、13ミリのギャップがある場合に、輪残歯までの間の距離とインプラント間の距離の6ミリを差し引くと、最終的な距離は7ミリ。さっきお話しましたけども、7ミリになりますので、7ミリになります。これには2つの3点の小さい毛のインプラントが入りますっていう。ですね。3.5なら入りますよ。それから15ミリあれば、9ミリの残りのスペースがあるので、3.5と5ミリが入ります。16ミリ、あ、ごめんなさい。16ミリのスペースがあれば、10ミリ残っているので、5ミリの径のものが使えます。あと同じですけど、繰り返しですけども、18ミリの場合には、12ミリスペースが余ってありますので、5ミリと6.5ミリが使えますよ、ということで、まあ、ここでは、様々な組み合わせで示してますけども、まあ、日本人であんまり6.5ミリとか使うことはないのかなとは思いますけども、まあ、一応こういう原理原則にしっかりと従って、インプラントの直径を決めましょうということになるかと思います。で、だいたい僕、今日、ちょっと勉強したのはここまでなんで、ちょっと申し訳ないんですが、今日はここまでにさせていただきたいんですが、ちょっと共有を解除します。ありがとうございます。ですね、僕もですね、1、2欠損とかって結構一番難しいと思うんですけど、こういうケースだと思うんですよね。こういう、1番、2番欠損するケースで、それで、ですね、まあ、こうやってね、インプラント、前入するんですけど、こっちはね、ここにガムあるんですよ、ここにね。You can see the gum in the... これがガムでね。そしてガム、ノーガムね。ファーストモーラー、セントラルインサイザーラテラルインサイザーね。これが、まあ、だから、このシンメトリーね、we must caution the symmetry of the anterior maxilla ね。で、これが、こういう感じでね、まあ、こうかな、この感じでね。こういう、まあ、ここちょっとね、ロストパピラですけど、もうこういう感じでね、できれば、まあ、
おおむね問題ないんじゃないかなと。これ、あの、2016年だから、8AIS で。今だったらもう、もう8年ぐらい経ってるから、16年ぐらい経ったかな。まあ、こんな感じで経過してますけどね。まあ、ここもちょっとこれね、ピンクポーセレンですけど、まあ、こんな感じでね、まあ、患者さんが満足してれば問題ないんじゃないかなと思いますが、どうですか、皆さんね。もうこういうね、やっぱりこのインプラントの配置と、達成できる軟組織って限界があると思うんで、あんまり無理しないでやっていった方が、こういうね、感じでいいかなと思うんですけど、こんな感じで。で、あれですね、どうですかね。この感じ。いや、僕も先生のおっしゃる通りだと思います。特に全支部を、天然芝のように作れたら理想ではあるんですけども、無理しすぎて、例えば GPR でうまくいかなかったとか、軟組織でうまくいかなかったとかあった時に、ものすごい欠損が起きますよね。うん、で、幸い、リカバリーするのがもうものすごい難しくなるし、多分、全支部でトラブったらリカバリー不可能だと思うんですよね。そうなんですよね。結局は、リカバリーできないですよね。ピンクポーセレンをつけるしかなくなったり、なくなっちゃうので、まだインプラントを埋入してピンクポーセレンつけて、リカバリーできればいいんですけども、でも埋入したインプラントを抜けないとかってなっちゃうと、もう金属が出たような状態、もっともっとひどいことになっちゃうんで、まあ、審美領域は、素晴らしく仕上げることはすごいいいことだと思うんですけども、やっぱりそこは相当な技術が必要なので、あんまり無理しない方がいいんじゃないかなって僕は思ってます、個人的には。堀先生、いかがですかね、その、審美に関しては僕らよりか、なんか、ね、ストイックだと思うんですけど。はい。SJCD の方とどうなんですかね。まあ、結構、今度インプラント学会山形で発表するやつがあるんですけれども、はいはい、今ちょろっと出しますか。大丈夫です。ええ、すみません。お願いします。はい、この間、ちょっとデハリ先生にも見てもらったやつなんですけど、はい、まあ、上顎両側中切歯ケースに対し、カンチレバーの上部構造で、まあ、回復したって形なんですけども、この人、交通事故でもともと全視失ってて、でその後、まあ、ブリッジになってたんですけども、左上一番が動揺してきて、中で視根破裂してて、抜歯になったんですよね。で、まあ、レントゲン、まあ、デンタル、あと CT 撮影、あとシナリオ模型で、まあ、考えたんですけども、まあ、右上2番、左上1番抜歯して、仮設性部分小義歯で、まあ、修復するか、まあ、2本抜いて、3から3のブリッジにするか。で、インプラントブリッジで修復するか。で、左上の1番だけ抜いて、インプラントを並列に並べて、でもし右上の2番がダメになったときに、ジョブ構造を作り直し、だけどその並列に並べるのってすごいやっぱ難しくて、先ほどデハリ先生が言ってたようにインプラントトゥインプラントディスタンス、まあ、3ミリ以上確保してないという歯間ニュートが落ちちゃうので、これがやっぱり難しくて、で、まあ、これデニス・ターナーの、まあ、2000年の、まあ、論文なんですけど、あとまあ、ガーバーも同じようにインプラント間3ミリ確保してないとパピラが難しいよっていう、まあ、文献があって、まあ、それをまあどういうふうにこう審美を追求するかって話になるんですけど、やっぱ難しいのは難しいので、でこれ、前肢でもし並列で、デザインした場合にインプラント間距離がもう全然足りない、あと親切的にも骨がないので、レギュラーのインプラントはちょっと使えない感じなんですね。で、この時はまだ BLX なかったので、まあ、これで 3.3 ミリのナローで、なんとかギリギリなんですけれども、これでもインプラント間距離 3.1 ミリしかないので、これだとやっぱりちょっと失敗したらもう、歯間ニュートなくなっちゃうので、ちょっとあまりにもリスクがあるということで、僕はちょっと回避して、
で、1本だけ入れて、右の2番は一応、まあ、割れてないんで、まあ、保存するか、抜歯してインプラントするかって悩んだところなんですけれども、まあ、患者さんは残したいということで、とりあえず、近親完治レバーっていうか、まあ、一番一番なので、完治レバーって、ちょっとデザイン的に少し不安はあるんですけれども、これで対応して、で右舷2番がもしダメだったら、こうすれば、歯間乳頭がこう困ることはまずないかなと思って、とりあえず無理をしないで1本だけインプラントっていう形で、まあ、進めました。で、まあ、これちょっと昔の症例、これちょっと飛ばして、で、まあ、抜歯して、で、右上の2番は MTM でちょっと引っ張って、で、インプラント埋入して、ちょっと骨がやっぱなかったので GBR して、で、閉じておいて、で、二次オペの時にある程度骨ができてたので、まあ、カンチレバータイプのプロビジョナルを入れて、これ2016年で、で、最終補鉄2017年2月で、まあ、まだこれ、左上の2番天然歯との間歯間乳頭ちょっと落ちてますけれども、これはまあ回復してくるだろうということで、まあ、経過を見てて、で、それで6年6ヶ月経過で、まあ、歯間乳頭は回復してるんですけれども、ちょっと CR がちょっと汚れてきたかなっていうのはあるんですが、まあ、これで一応、近親完治レバーで一応6年以上持ってる感じという。いうところです。まあ、今も持ってるので、もうちょうど1年経ったんで、7年6ヶ月経ってるんですけれども、まあ、こういう感じで、カンチレバーでなんとか維持しながら、まあ、もし右上2番がダメになったら、その時点でそこに抜歯即時で入れて、上部構造を作り直そうかなって感じで、もともと言ってやって、今のところまだダメになってないので、一応残ってると。そんな感じの症例です。なので、なるべく一番一番は、並列で僕は入れないっていう、うん。一番のカンチレバーもね、インプラントのカンチレバーって意外と持つんじゃないかって、昔のイメージとかするとね。まあ、あまり、コンセプトはないと思うんですけど、そんな感じはしますよね、やっぱりね。この患者さんは、まあ、交通事故で歯を失った後の、まあ、まあ、ブリッジが歯根破裂しているので、まあ、腱歯が非常にきれいな状態で残ってて、まあ、生理的咬合で、まあ、咬合には問題ないかなっていうのが、まあ、もともとあったので、一応できたかなとは思うんですけれども、これがまたちょっと産休だったりとか、あるとまたちょっと話は変わってくるかもしれないんですけれども、一応僕はなるべく両方入れたくないなっていうのがあります、やっぱり。I can see, ドクターマネージャーのドクタージェニファー、please, have a presentation of your case in the anterior maxilla. ね、next week. Okay? Okay? じゃあ、来週なんか、バンズ先生とデニファー先生もちょっとね、それしてもらって、あと問題はデファー先生から出してもらって、減れますか？はい。はい。すいません。ちょっと準備不足でもう、申し訳ありません。はい。それじゃあまた来週お願いします。はい。はい。はい、どうもありがとうございました。はい、See you next week. Thank you so much. See you next week. 来週。あれキーパー。See you next week. Thank you. Have a nice week. Next. 北海道、北海道。北海道。北海道。でっかいぞ、北海道。ね。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。